ダンジェース、今日なんですけどもね、私の、お気に入りアイテムを紹介するという、コーナーでございますと、今回ご紹介するのはね、こちらでございます。アウター、もうちょっとね、いよいよ、冬本番、冬到来ということでね、ちょっとアウターをご紹介したいなというふうに思っております。こちらですね。はい。こちらですね、カラーの、もちろんカラーの、コート、ね、ございますね。まあ、後でね、ちょっと物撮り愛発動させようかなというふうに思ってまして、ちょっとディティールとかに関しては、ちょっとそちらの方でご紹介したいんですよね。で、まあ、そもそもこのアイテムの、単体の説明ですけども、こちら、カラーのですね、14年の秋冬のアイテムでございますね。はい。そんな感じです。で、秋、そのシーズンはですね、結構全体的に、僕の中で色がね、ちょっと特徴的なんですよ。概要欄にリンク貼っておきます。そしたら、もし見ていただければなと。もし興味あれば、はい。見ていただければなと思いますけど、色がね、結構特徴的で、全体的に色のトーンというか、カラーパレットというのが、ちょっと淡い感じのね、なんかこう、なんとも言えない、淡い絶妙な色合いで、全体的なそういう印象があってですね。で、そういうところに、まあちょっと差し色的な感じで、グリーンとかブルーとか、まあそういったものが、こう、パッパッパとある、ようなシーズンでしたね。なんか本当に秋冬っぽい。でも、うん、なんか本当秋冬っぽい感じだなというか、なんかカラーが、こう、解釈するその秋冬の雰囲気っていうか、なんかそういう感じで、なんかこう、バーンとなんかデザインがすげえバチーンとかっていう、なんかそういうデザインコンシャスのものはあんまりないんだけども、ただ全体のバランス感としては非常になんか素晴らしくて、なんかこう優しい穏やかな感じですね。こう、なんかね、こう秋のこの紅葉とか、その中からこう、日差しがこうパキッと、来た時にこう、お、綺麗ですねっていうような、なんかそう風情があるようなね、雰囲気があります。まあ、ぜひ見てください。で、その中でもですね、そのコレクションの中でも、もう僕はこのアイテムは、もうマジ一目惚れでした。これはもう、これはビビッときて、うわ、これはと。これはかっこいいっていうことで、買ったもうアイテムでございます。もう、ビビビビビ、直感系で来たアイテムです。画像貼っときます。これに関してはちょっと見ていただきたいな、ルック。もうルック見た瞬間にビビビですね。はい。これすっげえかっこいいんですよ。で、まあ、ちょっと着てみますね。着てみます。で、コートなんですけど、これがね、カナダのコートにしては、ちょっと珍しい感じの、シルエットをしててですね。もうちょっと前に来て。はい。ちょっと珍しい感じなんですよ。まずね、何が珍しいってね。まぁ、ちょっと待って、その前に全体を見ていただこうか。こういう感じ。はい。で、一応まあダブルなんですね。ダブルで。でね、珍しいのは何が珍しいかというと、まずね、これくらいのね、丈のコートってあんまないんですよ、カラーって。このちょっともう、膝上の、ももくらいの長さの丈のコートって、実はあんまり作らないんですよね。基本やっぱカラーというのはもうちょっとこう、膝下くらいまでになる、こう、まあロングのコートっていうのが、まあ毎シーズン、こう、まあ定番というか、まあそれが一番、まあカラーといえばっていうか、感じなんで、こういうね、ちょっと、若干ハーフコートというか、くらいの長さのやつって、あんまりない。っていうのと、あとは、この辺ですよね。袖とかをこう見ていただくとわかると思うんですけど、いわゆるね、まあ僕も今までカラーのコート何着か、ご紹介してきましたけども、今までのコート大体こう、ここが結構アームホール太くて、袖にかけてシューッとこうね、綺麗にこうシェイプされていくっていうようなね、ここのラインがって僕めっちゃ言ってたと思うんですけど、そういうのが結構やっぱりカラーのね、コートといえば、まあ定番のシルエットなんですよね。定番パターンというか。でもこれ見てください。これどっちかというとジャケットラインじゃないですか。ストンと。ね。袖もこう、あんまりここが太くてシューってなっていくというよりは、どちらかというとストレートにストンと落ちていく、ジャケットライクな、シルエットなんですよね。だからこうやって見た時にも、こうなんかほんとジャケットっぽいじゃないですか。綺麗にこの肩の辺からね、袖の方まで。はい。だからね、ちょっとこれはね、珍しいんですよ。うん。ちょっと珍しいシルエット。で、襟の、ここのラペルが結構大きくて、大きい感じですよね。これもポイントかな？大きくて。であとで物撮り台で見せますけども、あ、物撮り台いらねえか。こうやって見せれば。ここに赤いステッチ入ってるんですよね。わかるかな？
赤いステッチがね、よくよく見るとここにポッ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 とシングルで入ってるんですよね。これもよくよく見るとね、印象が、ほら、よくよく見ると赤が入ってるっていうね。どうでしょう。でダブルなんですよね。ボックスシルエットなんです。それで綺麗にね、こうスクエアなあのシルエットがあると思いませんね。でこれも面白いですね。カラーのコートはだいたいこう A ラインがやっぱ裾に向かって広がってて、生地のね、なんかこう分量というか、あ、それがたっぷり取ってあって、なんかこう動くたびに開っていうか、なんかそういうこうピッピッっていうのがまあ定番ではあるんですけど、これどちらかというとコーンコーンじゃん、コンコーンっていう感じのね。そうなんですよ。これがね、ちょっと目指して、結構目指しいんですけど、かっこいい。うん。もう、どっちかというとね、モードっぽい感じですね。うん。モードっぽい。で、遠くから見るのと、近くで見るのと、多分印象また違うんですよ。遠くから見るとね、ちょっと単色っぽいじゃないですか。単色のグレーっぽい感じでね。なんですけど、近くで見ると、これは違うんですね、実は。まあ、ツイードの生地でね。はい。このような感じで。で、このツイードの生地も、素材がですね、3種類くらいかな。結構、ミックスされてて、まあ、カラーのオリジナルの素材だと思うんですけど、朝56、朝ですね、リネンが入ってるんですよ。リネンがメインの素材です。56%、ウール 37%、カシミア 7% なんですよ。ね。なかなか面白くない俺、このね、リネンとカシミアが同じ1枚の生地で入ってるって、今まで見たことないかもしれない。リネンとカシミアってね。リネンってどちらかっていうと春夏の素材じゃないですか。ね、シャリッとしてるような清涼感があるような素材ですけど、それを秋冬に持ってきて、ウールとカシミアで、ま、混ぜることによって、どちらかというとね、こう触ると全然朝感ないんですよ。朝のシャリッとした感じとか、なんかそういうの全くなくてですね。それをこう、朝を使ってるのに秋冬の素材感としてこうね、解釈し直してるっていうか、なんか面白い使い方をしてるなっていうのが非常にカラーらしい感じがしますね。これも、素材も。ね。だからこうやっぱ近くで見ると、よりこの、ね、編み地というか、ね、白と黒の、ツイードの感じがよくよく見えるし、遠くから見るとね、単色のグレー。で、単色のグレーなんだけど、この多分ね、白と黒の糸の感じ、なんかちょっと光沢感のあるね、印象ないですか？ね。これかっこいいんだね。うん。なんかね、好きなんです、僕はもう、これは。ポケットも結構大きめでね、ポケットもちょっと大きめで、うん。で、ダブルなんですね。ダブルってのもいいじゃないですか、このね、ちょっと一旦脱ぎますね。このダブルのフロントのポケットのとこ見ていただきたいので。こういうね、ダブルのね、さりげないダブルというか、あんまり完全なるダブルじゃないっていうかね、このダブルのね、幅が狭いじゃないですか。ね、もう普通ダブルってもうちょっとこっちまでね、来るイメージだけど、そうじゃなくて、もうなんかシングルに近いダブルというかね、ここのボタンの並びとかも僕結構好きなんですよね。このすごい、接近してる？普通ダブルってもうちょっと離れてるはずなんですけど、だからここのね、こことここの重なる生地が、まあ、少ないんですよね。従来、普通の一般的なダブルよりも少なめに取ってあるという。はい。で、ポン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 ってね。こういうの好きなんですよね。何回わかんないけど好きなんですよ、僕こういう。カラーって結構こういうの多いんで、こういうなんか、ちょいダブルというか、半ダブルというかね、そういうの多いんですよ。で、ポケットがね、結構でかいんですよ、これ。ほら、この後ろの方までね、こうポケットが来てるっていう、こう、側面ですね。側面にこう、でかくバチッとポケットがついてて。意外にこういうポケットでかいとね、重宝するんですよね。上着にポンって。パンツにいろいろ入れるとさ、パンツ下がってくんじゃん。わかんないですかね。僕、ウエスト細いんで、下がってきちゃうんですけど、これね、いいですね。財布と携帯とかたっぷり入って。はい。そんな感じで、物取り合いやめますよ。こうやって見せればいいんで。はい。で、やっぱりちょっと、まあ、若干、ツイードなんでね、こう、ピッピッとね、使ってるうちに飛び出てきちゃったりすることもあるんですけど、わかるかな？まあ、わかりづらいけどね。まあでも、これも、すごい僕はね、お気に入りで、着てます。はい。でも、まあ、久しぶりに着たんですね、今日これは。ああ、と思って。あ、久しぶりにあれを引っ張り出してこようと思ったら、今のちょっとこうムード、モードのね、雰囲気にちょっと合って、モードっぽいですよね。ね、モードっぽいじゃん。いいなぁと思って、久しぶりに来ました。はい、そんな感じで、
カラーのコートでございます。アウターでございますね。はいはいはい。非常に気に入っております。綺麗な、ジャケットライクな、でも素材も面白い、パターンも、ちょっとカラーの中ではあんまりないような珍しい、コートのご紹介でございました。はい、そんな感じです。では。